ャンネルへ。ヤガさん、伊達人でございます。本日は筋肉マンマッスルショットってましょう。マッスルショット、パチッと。はい、本日もマッスルショットですけど、まずこれ、カミングスーン。ね、ホームカスタマイズキノコ買いということで、本日ね、アップデートがあったんですけれども、8時までね、なかなか、マッスルショット、長期のね、アップデートの時間でございましたけれども、今回このね、カスタム、ホームカスタム機能追加ということでございます。これすごいね。ね、何が何だかよくわからないですけどね。で、すごいのがみんなこれ、なんと、ここのホーム画面にコロシアム、これがついたんですね。これすごくない？今だ6級だけど。ね、しかもですね、皆さん、今回、ここのホーム、ね、ドックですよ。まあ、Mac でいうとこのドックってこの一番下にあるんだけど、このドックの一番下のにコロシアムのボタンがあるのにもかかわらず、このバトルに行くと、なんとこのコロシアム、これができてしまう。ね、現在はこのコロシアムが8時から、ね、8時から10時ですよ。まだ、まあもうちょっと過ぎちゃったか。ね、でき、次回、また8時から10時ってえらい飛ぶね。31日までで。どうしたの？だってまだ他は結構期間あるけど、まだやらないのかな？ってことで、コロシアムはしばらく閉鎖だそうですね。すごいですね。せっかくね、俺もコロシアムで、ちょっとまだ6級だったんで、な、やりたかったんですよ。できない。ね、ということでございます。はい、それからですね、こちらでございます。今回のアップデート後から、なんと、特訓ができなくなりました。ね。特訓していきましょう。で、現在俺手持ちのキャラはね、結構今いるんだけれど、今どうしてもちょっとね、鍛えたいのはこのジェロニモでございます。ね。ちょっとジェロニモ鍛えましょう。で、なんと今ね、一部のお客様において、強化素材を使用しての特訓ができない不具合が発生しております。一部のお客様って誰なんでしょうね。まあ、まあいいよ。で、今素材を集めたんです。ね、素材集めて、ちょっと今回ね、今4ぐらいでいいかな。ね、で、特訓しましょう。決定。俺は一部のお客様ではない。一部のお客様ではないんで特訓しましょう。特訓。あれ？どうするんだろう？特訓。特訓。16連射だー！ 16連射ーということで、なんと、特訓もできない。ね、こんなひどいことあんのかと。せっかくさ、強くしたいのに特訓もできないんですよ。なんなの？しかも、特訓をしようとすると、戻れません。で、このね、すげえ熱くなります。まあ、スイッチ取って起動するとね。戻れない。戻れもしない。で、ホームとか戻れんの？はい、画面がこれで固まるっていう、こういう事情になってしまいますね。これもうどうしようもないです。もう電源をお切りになるか、ね、これなんかもう切るしかない。うん。さすがだなぁ。で、結構ね、起動するのに時間がかかる。結構起動するのに時間がかかる。うん。なかなか起動できない。ね、岩尾が出ると思ったんですけど、なんと今回私初のマネーガチャで、なんとこの振り袖ビビンバーゲットです。いや、こんなこともあるんだね。これもしかして、特訓の影響がどうかはわからないけど、もう一回やってみましょう。まあ、多分おそらく出ないけどね。はい、10連ガチャ。えい。頼みよう、来い。で、このガチャ今までこうスキップできなかったじゃん。スキップできなかったんだけど、これでスキップできる。ね。こんな感じでスキップできるわけですよ。で、注目していただきたいのはここのボタン。ここ。これで今までのメニューボタンがあったところに、ね、あるんですよ。これで一応こういうのが一応ね、確認できるわけですよ。これは、いいんじゃねえの？はい、ということで本日こちら、筋肉マンマッスルショットでございましたけれども、かなりね、特訓ができなかったりとか、コロシアムがね、もう31日って、もう7月終わっちゃうだろっていう。そういった不具合もあって、これどうすんのかと。で、ただいま原因調査中です。ご迷惑をおかけして、大変申し訳ありませんって来てますけど、だいぶ皆さんね、お怒りのようということでございますけどもね、とりあえずコロシアムはね、ちょっとミッションなんかクリアしますんで、とりあえず特訓だけはね、させていただいて、早めのね、改善でも、あくびですね、8時までに間に合わなかったら、そのままね、1日改善してりゃよかったじゃねえかって俺は思うんですけどね、今回ね、こんな感じで、不具合がね、たくさん見つかった、今回のこの、筋肉マンマッスルショットでございました。はい。本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ということで、伊達人チャンネル。
まあそこでね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にね、チャンネル登録ボタンがございますので、ね、チャンネル登録ボタン押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。